皆さんこんにちは、大瀬です。今回は3月の15日に行われます B リーグ第24節琉球ゴールデンキングス対名古屋ダイヤモンドドルフィン戦の見どころを紹介していきたいと思います。琉球としては天皇杯惜しくも敗れてしまったわずか3日後にこの名古屋という強敵との試合が待っています。琉球としてはこの再起の一戦、上昇するためにはこの強豪に勝たないといけない試合でございますし、片や名古屋は西地区の上位並びに優勝戦線に残るためにはこの強豪琉球を倒さないといけないという、お互い負けられない状況となっております。またこの琉球対名古屋の見どころ紹介していきたいと思います。もしよろしければ最後までご視聴並びにチャンネル登録よろしくお願いします。今回の琉球対名古屋なんですけども、名古屋とはこの B リーグの序盤で3回戦っておりまして、今回の試合が最後になります。そして琉球が唯一ホームで名古屋と戦う機会になります。琉球も名古屋もお互いチーム状況が変わりまして、琉球としては全員が揃っての状況、そして名古屋としては外国人選手の一人モリス・ンドゥール選手がインジュアリーリストしまして、新たな選手を補強しての戦いになります。まずこの一番の見どころで言いましたらガードの対決なんですけども、岸本選手がこの天皇杯の、試合終了間際に少し体を打ってしまいまして、その、体の怪我状況、今現時点では発表ございませんが、もしかしたら岸本選手の、プレー時間に制限があるかもしれません。そうなった場合、このスタートとしてコー・フリッピン選手が出る可能性もございますし、個人的にはチャンピオンシップ見据えての戦いで言いましたら、一つのポイント、牧選手と斉藤選手のマッチアップ。牧選手が復帰してから、名古屋の戦い初めてとなりまして、名古屋戦でやっぱ突破力ある選手と言いましたらこの斉藤選手。斉藤選手のスリーはもちろんなんですけども、大きい選手をかわすスクープショットが魅力の選手でございまして、今回この岸本選手がもし試合出場時間が短かったり、試合出場回避された場合に注目プレイヤーとして牧選手を挙げたいところであります。牧選手がプレータイムを今年から獲得し始めまして、スタメンにも定着しているんですけども、牧選手の魅力がオフェンスディフェンスでガード選手にマッチアップするところがこの牧選手の魅力であり強みになっています。天皇杯でも富樫選手にマッチアップ、河村選手にマッチアップ、それぞれガードのスーパースター選手にこの牧選手が食らいついてオフェンスディフェンス懸命に行っていまして、牧選手がゲームメイクをするというこの展開も琉球最近では多く見受けられまして、このガードの能力を上げるんであれば、この牧選手と斉藤選手のマッチアップが一番琉球にとって、今後の展開面白いところになるのかなと思います。牧選手が本来のポジションではないものの懸命に食らいつくセンスが光っておりますので、この牧選手のガードとしての戦い、今回この名古屋もこのガード選手、斉藤選手、伊藤選手、それぞれレベルの高いプレイヤーでございますので、牧選手がどれだけ食らいつけるかもポイントですし、また牧選手がガードとして活躍できるのでございましたら、今後岸本選手、コー・フリッピン選手が2番ポジションで、活躍する展開も構築できますので、ここは牧選手のガードプレイヤーとしての、ポイントで一つ見どころを挙げたいなと思います。続きまして、ウィングポジションで言いましたら、今村選手の得点力。今村選手の得点力が2桁超える試合がほとんどでございまして、この今村選手が沖縄アリーナで波に乗れば、琉球ゴールデンキングスのオフェンス力が一段とギアが上がります。そして今回は、その今村選手プラス、このキャプテンとして精神的支柱となっています田代選手のここぞという時のシュート能力。田代選手が本当に欲しい時にスリーポイントを決めてくれまして、天皇杯でも難しい場面でのスリーを成功させたり、またチームを鼓舞するそのキャプテンシーの能力を発揮しまして、コート内外でこの田代選手の存在というのが大きくなっています。この田代選手が昨シーズン、試合が出られなかった悔しさを今シーズン発揮をしておりますので、この田代選手のプレー並びにコート内外でのキャプテンシーを見せつけたいところであります。一方相手名古屋ダイヤモンドドルフィンズとしましては、得点力のあるアジア特別枠のレイパークスジュニア選手が再び、琉球に立ち向かってきます。前の試合ではファールトラブルに陥りまして、琉球としてはこのレイパークスジュニア選手に仕事をさせなかったっていうのが一つ勝利の要因となっていますので、この琉球のディフェンスとしてこのレイパークスジュニア選手を封じ込めるのはもちろん、今回琉球アジア特別枠カール玉代選手がこの試合に出場しましたら B リーグの公式試合初めての出場となりますので、アジア特別枠対決がもしかしたら実現するかもしれません。
琉球としてはこのカール珠代選手のポテンシャルはあるんですけど、どうしてもチームコンセプトにフィットする時間っていうのがもしかしたら必要かもしれませんが、そこはチャレンジでカール珠代選手を積極的に登用してもいいのではないかと個人的に思います。またカール珠代選手がウィングで活躍することができましたら、先ほど言いました牧選手がガードとして動ける時間も伸びまして、牧選手の経験値、カール珠代選手の経験値、かつ強豪の名古屋に通用するかどうかというのもこれ一つ試せる場面でもございますので、負けてもいいは少し語弊があるんですけども、牧選手、カール珠代選手という存在をこの名古屋ダイヤモンドドルフィンズに積極的に挑戦的にプレーしてもいいと私は思います。まあ、そこは桶谷ヘッドコーチがどう采配するかなんですけども、せっかくポテンシャル高い選手が揃っているので名古屋相手ですけども、ガンガン挑戦していってもいいかなと個人的に思います。そして今回インサイドの場面で、まあ、お互い変わっているところがございまして、琉球としては渡辺比喩選手がいるというところ、そして相手の名古屋としてもインジャーリリスト入りしてしまったモリス・ウンドゥール選手に代わりアラン・ウィリアムズ選手が、加入しまして、こちらインサイドセンターの選手となっておりまして、名古屋のインサイドを支える一人の、選手が加わっています。琉球としましてはこのインサイドの場面でアレン・ダーラム選手の積極的なインサイドアタックがバスケットカウントを生み、ファールドローも生んで、コティ・クラーク選手のファールトラブルを先に引き出したいところでございます。まあ、コティ・クラーク選手を好きに動かしてしまった場合、スリーポイント中心に、このコティ・クラーク選手の得点が伸びてしまいますので、琉球としてはせっかくインサイドを固めていても、このコティ・クラーク選手のスリーで名古屋のオフェンスを加速させるという場面がございます。当然エサトン選手も積極的にスリーを打てる選手でございますので、このインサイド陣のスリーポイントというこのギャップあるプレー、名古屋の強みをこの琉球、クーリー選手、ダウンカン選手がまず止めれるかどうかになります。でインサイドの場面でここ一つ復活してほしいのがクーリー選手。クーリー選手天皇杯で得点が抑えられてしまって、インサイド対策きっちり取られていました。天皇杯の千葉戦でもこのジャック・クーリー選手にボールを持ったら、インサイド選手のみならず原選手、佐藤選手、日本人プレイヤーがクーリー選手から最も遠い位置にいる相手の選手がダブルチームに行って、かつパスコースを制限させてインサイドを封じるという場面がございます。このダブルチームが発揮された時、琉球がパスミスを繰り出してしまってターンオーバーという展開がございまして、琉球としてはこの千葉ジェッツが行われたダブルチームのパスミスを払拭するというのも一つ課題になっています。それらを琉球のクーリー選手、ダーラム選手、そしてダンカン選手が課題となっているポイントを回復できるかどうかも注目になってきますし、また相手インサイド選手の3ポイントを抑えれるかどうかも、この琉球対名古屋オフェンスディフェンス対決が魅力になっています。序盤戦とは違う様子になっている琉球と名古屋なんですけども、お互い強みがございまして、その強みをいかに生かしきれるか、また琉球としてはこの天皇杯に負けた悔しさを次に生かすという場面では、この名古屋もってこいの相手でございますので、千葉戦の悔しさを晴らすのか、それとも名古屋にやられてしまうのか、当然琉球としてはチャレンジしつつも、この西地区強豪でございます名古屋に勝利して、久々に名古屋に勝ち越せるかどうか見届けていきたいと思います。本日の動画は以上となります。ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。以上です。